S ショップデザイン、はい、塗装の神様がいます。すんずりします。先生すいません、お忙しいところ。久しぶりやね。はい、ご無沙汰してました。どうもどうも。なんか相変わらず世界のマッキー。いやいや、全然もう全然あれなんですよ、ね、本当に。もう気ないね。すいません。どうしよう。すいません、後で手伝いますか。頼むわ。ベタベタ貼るだけですよね。頼む、頼む。すいません。ありがとうございます。今日は？今日は先生、あのね、ちょっと実はこのボタン、押したら戻ってこなくなる。でしばらく押して指で上げて使ってたんですよ。すげえめんどくさかったんですよ。どうしてもね、はい、あのなるなる生物機器なんで余計に、ね、これを先生に、専門家の先生に救出していただきたい。ちょうどあの部品もありますんで、 ありがとうございます。ありますからね。ではお願いします。やってみましょう。あとでそれは手伝わせてもらいます。いや、もう余計仕事じゃあお願いします。そう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 。はい。先生、それではお願いします。はいはい。だいたいこのも10番のパッキン、はい、それとこの14番のこのピストン、はい、ここにどうしても溶剤なり、はい、塗料のミストがやっぱり1年2年ずっと使ってるとね、はい、うん、溜まってきて、これが押したら押しっぱなしになってしまって、はい、上がってこない。そうなんですよ。もうそれはあるあるです。なるほど、よかった。ですから、ここのパッキンも弱いので、はいはいはい、この3点を、はい、岩田さんからパーツを取ってありますので、はい、ありがとうございます。はい、これを、はい、ここだけを交換してみましょう。はい。さあ先生、はい、3分クッキングみたいになってきました。ね、こんなちっちゃなものなので、はいはい、なくさないようにしないと。やっぱりエアブラシってこれだけ精密なパーツがこう、はいね、エクリプスでもこれだけの部品があって、はい、初めてこう、はい、綺麗なデザインができるっていう、はい、そういう道具なんですか。はい、ではもう早速ですけど、はい、バラしていきましょう。はい、で、もうとにかく、はい、バラす。バラす。まずはニードルを抜く、はいはい、覚えておかないといけないですね、これ順番ね。それからストッパーも外します。はい、ほい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 。これ結構どのハンドピースでも同じような構造してるもんなんですかね。基本形は一緒、構造は一緒だけど、はい、シリーズによってニードルの太さが違ったり、はい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 、長さが違ったり、はい、うん、ですからやはり この辺の部品はそのモデルに対しての専用品になります。じゃあもし2個いっぺんにやるときはもう混ざらないようにしない。そう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 、もうあのね、そこは横着しないで、はい、一丁一丁丁寧にやってあげた方がいいと思う。そうですね、うん、でまずここのパーツを全部外しました。はいはい。で、もう先のニードルも外しましょう、はいはい、ボディ単体の状態にしたいましょう、はい、よいしょ。ここも外れました。ここも外れます、はい、ここおおおここが命やからね、はい、この、はい、この一番先っちょ、はい、なんかすぐ曲がって壊れそうな、これがここをちょっとでもこう歪んだりしちゃうと、はいはいはい、使い物にならない、はい、丁寧に扱いましょうと。そこの先っちょは大切です、はい、でこう、はい、ボディの状態になります。はい、でさあ実は、はい、ここの中にこのバルブ君が入ってます、はいはいはい、エッジみたいな形になってるでしょ、真鍮の丸いものがね、はい、でまずは
こいつがストッパーになってますんで、で、はい、内側もネジが切ってあります、はい、ですのでこれをこういうマイナスの精密ドライバーで片方の溝にちょっと入れて、はい、こうくるーっと回していただきま す、ね、はいはい、そうするとだん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 上がってきます、外れてきます、はい、なんかピンセットとかで2箇所で回してるんですね。ピンセットでも、うん、それでもいいですよ、上がってきましたでしょ、はい、でね、この中にもこの説明書にあるように、はい、スプリングが入ってます。バネ、これ15番ってバネなんですね。これがスプリング、はい、うん、バネですね、はい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 、だからちょっとあそろそろ外れそうだなっていう時は、はい、ゆっくりしないとこの蓋がピョーンと飛んでいってしまうことが、はい、おこっちが飛んでいった、はい、うん、こうねポンとなりますんでね、はい、あ出てきた、はい、で出てきました。これがその、ストッパーですね、はいはいはい、そうするとよいしょ、ほらほらこんなスプリングとこのバルブが出てきます。ああ、これなんか見たことある、さっきこれだこれ、はい、これがこれ、はい、あ色が全然違う、ね、だいぶこうあの絵を使ってはるわっていうのが分かるでしょ。こういうとこ擦れて白くなってるし、はい、ね、うん、これがもうその作品を、素晴らしい作品をいやいやいや仕上げてきた証ですよね。次はですね、はい、このオーリング、はい、このオーリングを変えようと思えば、はい、ここの中にまた真鍮の筒のパーツ、はい、部品でいうとこの13番、はい、13番これですね、これね、はいはいはい、これが入ってます、はいはいはい、この真鍮パーツの縁を、はい、真ん中じゃなくて縁を、うん、ちょっとあまり力入れたらダメよ、ダメよ、均等にこれここかポンしていくと、そうするとこう出てきます、はいはいはい、はい、でこれも、はい、よし抜いてこういう形になって、はい、さらに、はい、この奥に、はい、もはや映らないです、もう映らないでしょ、はい、だいたい位置的にはこの辺、はいはいはい、この辺にこの、はい、ね、オーリングが入ってます、はい、でこれを、はい、使わなくなったニードルとかね、はいはいはい、こういったものでをもう逆にジグにしてしまって、はい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 、こういうものでクリックリックリッとこうクリックリッと、うん、はい、マロンです、ね、引っ掛けて、はいはい、上げていくと出てくるよ、はい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 、出てよ、生まれる、生まれるよ、はい、ででん、あ、生まれた、ほらほらほらねこれ、うん、これがこれね、はい、うん、検出しました。でこれももう本当わかるかな、肉眼で若干やっぱりもう径が大きくなっちゃってるでしょ、ゴムが伸びてね、もう気持ちこんな何ミリ、はい、こっからでも分かります、うん、ことだと思うんですけど、やっぱこういうところが、はい、その動きが渋くなっちゃうっていうことね、はい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 、それで、はい、グリスアップ、はい、これはよくもうそういうエアブラシのキットについてる、あ、ついてます、専用ルーブですね、こういう可動部分にはこのルーブを使ってあげると、はい、安定します、スムーズに動くようになる、 できるならば、はい、もうその定期的に2月に1回とか、はい、もう数こなして作業した後とかですね、これをするだけでもこういうパーツをの寿命もちょっとは伸びますので、ね、はいはい、でこうルーブをトントンと1滴ぐらい、もう1滴ぐらいポンとこうつけた、ここももうさっきもうルーブ展開しておきましょう、うんと、はい、でせっかく外したこういうところ、はいはいはい、こういうところもこのあんまりね塗らないでもねいいですよ、うん、では、はい、さあ今度は組んでいきます、はい、今度もう本当基本的にはこの外したものを同じ順番で逆順でつけていくだけです。また派手なアメリカこれも自分で塗りあったんですか。そうそうアホやろ。そうで、ゆっとこう差し込んでいってあげます。この短い方を先に差し込みます。ポンポン、はい、でバネっすね、スプリング、はい、
これ入れます。ボン。で、あとはこのストッパー、はい、これをグリッグリッ。ちゃんとですね、エッチのやつですね。真鍮の。そう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 。いやん、エッチのやつ。ありがとうございます。ここも締めていってあげます。はい、でもここで止まります。はい、グッとね、止まるとこまで、と止まるとこまで。お、そういう接触部分にも十分いきました。はい、このプッシュボタンね、はいはいはい、前後があるんです実は。おや、これ知らんかった。そうでね、えぐれてるでしょ。え、あ、ほんまやね。はいはいはい、こっちこっちがえぐれてるんですよ。ない。これが後ろ。おっと、うん、こっちが前。知らんかった。ちょっとでも引き代が後ろに行くようにちょっとここに逃がしてあります、ボタン。うーん、うん、ですので、特に岩田さんはもうこういう加工していただいてるんでね。おお、そこも塗るんですね。ここの可動の部分ね。うーん、ここもうん、ちょんちょんでいいですよ。ここもうん、もうせっかくなんで。で、こっちが後ろ、後ろと。で、あとはこうまっすぐに立てて、この穴に向けて、はい、ぶっ刺しますね。ぶっ刺します。おお、あとはこいつを元に戻す。ここも変えとこうか。そこ変えちゃうんですね。ここもせっかくなんで変えときましょう。名称で言うと6番、これね、これも4。ほら、こびりついてますよ。ほら、マジっすか。ほら、はあ、塗料かな、ね、こういうのはね、邪魔しようとか、トーンともかぶせておきます。はい、これで終わり。なるへそ。ノズル、ノズル剣。はい、で、あとはニードルを元に刺していきます。はい、で、ニードルストッパーを入れます。おお、おお、これでじゃん、ありがとうございます。完成。だから本当にこういう綿棒とかでちょっと汚れてるところは、はい、ピューッとこういうアルコールね、はい、そういう洗浄剤使って、はい、洗ってあげて、でせっかくこうメンテナンスした時はね、はい、で気になるところはもうすべてきれいにしてあげると。はいはい、そしてまた、うん、道具は大事。はい、でまた明日から、はい、素敵なスマートが楽しめる。いやー、名言出ました。ありがとうございます。自分のこの2本な、これもこの3本な、はい、これ悪い2本よ。動けへんな。ほんまに、ほら、持ってるようで固まってるですか、ね、これが、はい、これ悪い例よ、はい、これも動くけど、はい、ニードル戻れへん。はい、お手入れしょ。お手入れしましょう。ついでにメンテナンスさせてもらいます。すいません。ありがとうございます。ぜひやってみてください。はい、覚えました。ありがとうございます。はい。